皆さんこんにちは、ターバラチャンネルのターです。ナビです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、今現在秋バラの方がね、順々に開花がね始まっています。今ね綺麗に咲いている品種のね、今日は紹介したいなというふうにね思います。あらま、タワさん何を紹介してくれるんですか今日は。今日はね、香りのバラの方をね、2つ紹介したいなというふうにね思います。1つ目はね、香り飾りになりますね。2つ目がロサオリエンテスのオーブになります。2つともね、香りだけじゃなくね、お花の方もねとても綺麗なんでね、非常にねおすすめできるバラじゃないかなというふうにね思います。それではね、お花の方見てみましょう。レッツゴー。はい、こちらね、香り飾りになります。今ね、秋の開花中なんですけどね、綺麗に咲いてくれてるんでね、紹介の方していきたいなというふうにね思います。とてもね、素敵なお花の方がね今咲いてくれてますけどね、素敵ですね。ロゼットだけでね、こんな感じでね、綺麗に咲いてくれましたね。香り飾りになりますね。作出がですね、2012年京阪園芸ですね。四季咲きのフロリバンダと。で、樹高はですね、1メートルのやや欲張り。樹勢大病性はね、普通かなという感じですね。薬剤散布して育ってくれてるという感じですかね。お花の方ですけどね、アプリコットピンクと。咲き進むにつれて色が変化する、丸弁ロゼット咲きですね。お花の大きさがね、8センチから10センチと、中大輪になりますかね。綺麗なねお花ですね。香りの方はですね、中高になりますね。フルーツの香りと、パッションフルーツのね香りがしますね。であとはですね、四季咲き性も強いんでね、連続開花性も強いという感じですね。樹高がね、1メートルぐらいなんでね、地植えでも、鉢植えでも、どちらでもね育てることができるという感じですかね。優しいピンクとね、アプリコットで、日に日にね色の方もね変化するんでね、非常に綺麗な品種だなというふうにね思います。それでは香り飾りのね紹介の方終わりたいと思います。はい、こちらね、ロサオリエンティスのオーブになりますね。現在ね、秋バラで綺麗にね咲いてくれてるんで紹介の方したいと思います。作出がですね、2014年ですね。ロサオリエンティス、シュラムの四季咲きということですね。樹勢大病性はね非常に強いということです。お花の方は、大輪ですね、大きいですね、のロゼット咲き。ピンクから淡いクリームへ変わると。素晴らしいバラですね。で、つぼみがねついてから、開くまでがね少し時間がかかると、現在ねこんな感じでつぼみの方ついてるんですけどね、確かに、開花までね時間が少し他の品種に比べるとかかるかなというふうにはね少し感じてます。で、香りの方がですね、非常に強いですね。強化になりますね。フルーツのような、甘さのある、ミルラのね香りがしますね。こちらのオーブ、非常にね素敵な香りがします。樹高の方はね 1.8m、少しね大きくなるかなという感じにね思ってますけどね。我が家の場合ですとね、鉢で育ててですね、ブッシュ仕立てにもね仕立てることもできますし、オベリスクだったりアーチだったりねに誘引してねお花を咲かせるっていう感じにもね仕立てることができるんでね、育て方一つでねお花の見せ方の方が変わってくるんじゃないかなというふうにね思います。ぜひね育てやすい品種なんでね、初心者の方にもねおすすめできる品種じゃないかなというふうに思います。それではロサオリエンティスのオーブの紹介をね終わりたいと思います。はい、紹介の方ね終わりました。2本ともね非常にお花の方も綺麗でね、香りの方も非常に強化で、とてもねいい香りがする品種なんでね、ぜひね、皆さんにおすすめしたいなというふうにね思いますね。特にねロサオリエンティスのオーブに関してはね、初心者の方にね
おすすめできる品種じゃないかなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さようなら。さようなら。